どうも、241です。はい、今回は終盤戦に強いチームランキング、はい、いきます。お願いします。まあ、B リーグもね、残すところあと15試合ということで、うん、シーズンの4分の3を終えたというところですけれども、うん、今回はそのテーマに沿って終盤に強いチームを見ていくという感じですね。そうやな、うん、4月5月っていうところがな、どれだけ勝てるかっていうことで CS のポジションが変わってきたり、うん、そうだね、あとは残留争いのポジションが変わってきたりと、まあ、そういったところもあるので、まあ、ぜひねこの終盤に強いチームどこなのかっていうのを見ていければなと思います、うん、はい。今回の集計に関しては、まあ、現在の B1 所属のチームを集計しました、うんうん、なるほど。まあ、長崎と佐賀は、うん、まあ、B1 に所属したのは今年からなので、うん、まあ、ここは外させていただいているので、うん、まあ、22チームですね、うん、集計したのは。あとはこの終盤に関しては、まあ、4月5月の日付で集計しておりますので、まあ、節が被ってても3月31やったら入ってないという感じですね。なるほどね。4月5月の試合のみを記録しているということですね、はい。下からざっと見てみると11位から22位がこのようになっておりますと、うん、わりかしこの B2 昇格組が多いというか、うん、そうだね、うん、まあ、広島だったり茨城、秋田、群馬、うん、FE、仙台と、うん、B1 初年度とかで苦しんで、うん、まあ、そこでな勝率が下がるっていうのはあるから、うん、っていうのでこういったチームが集まってるっていう感じですね。そうだね、うん、ちょっと3円なんかはな、うん、過去のシーズンがまあそうだね、うん、今シーズンとはまたちょっと違うチームの位置がありましたからね、うん、富山で言うと、うん、まあ、この36勝37敗ということで、うん、49.3% っていうところなんですけど、うん、まあ、今残留争いということでやってるんですけど、うん、富山昨シーズン残留争いで、うん、まあ、15勝したんですけど、うん、4月5月に関しては7勝8敗ということで、うん、強かったですよね強かったエナジーあふれるプレーでね、うん、まあ、富山はそれこそだから残留争いとかも結構やってる時が多いので、うん、そういう意味でやっぱこう一番の瀬戸際の強さというかありますよね、うん、そうやな。だからこの4月、うん、もしかしたらまた一気に来る可能性があるので、うん、楽しみ。怖いチームでありますよね、うん、この11位までが勝率5割切ってるチームっていう感じですね。次は10位から6位見てみると、うん、まあ、このようなチームになっておりますね。シーホース三河、うん、アルバルク、名古屋、島根、サンロッカーズと、うん、まあ、こんなチームになっておりまして、なるほど、うん、まあ、アルバルクでいうと意外と低いというか、そうだね、うん、確かに 59.2% なんですよね。うん、通算成績見てみると 71% の勝率を誇ってたので、うん、なるほど、4月5月が失速するというチームなんですよね。まあ、結構ね、まあ、対戦カードによってもね、うん、勝率変わってきたりするかもしれないですけど、うん、確かにもっと上にいてもおかしくないですよね。そうそうそう。あとは島根なんかは、まあ、B2 から昇格組なんですけど、うん、こう3シーズンぐらいはこのビッグ3を立てることによって勝率も5割以上超えてきてるので、うん、伸びてきてるっていう感じですよ ね。あと三河なんかもな、最初のシーズンの方は良かったけど、うん、後半というか直近のシーズンではあまり勝ててないっていうところもあって、まあ、下がってきてるっていう感じではありますよね、うん、まあ、それでも 60% 超えてるのはすごいですよね。それでは第5位ということで、うん、琉球ゴールデンキングスですね、うん、勝率が 63% ということで、うん、意外じゃないですか。意外とそうだね、うん、意外と去年とかもめちゃめちゃ勝ってたし、 その前のシーズンもね、うん、最高勝率ぐらい叩き出してたんで、うん、もっと1位か2位ぐらいかなと思ってましたけどまあよくあの終盤戦に強い琉球と言われるんですけど、うん、実はね強くなったの桶谷ヘッドコーチになってからなんですよ、うん、まあそうだね、うん、だから桶谷ヘッドコーチ2シーズン前が12勝3敗昨シーズンが12勝3敗でその前を見てみると7勝6敗5勝7敗、うん、6勝2敗4勝6敗と、なるほど、タイぐらいだったんですよね。結構終盤っていう意味では苦しんだって感じだったんですよね、うん、そうだからやっぱこの桶谷ヘッドコーチが終盤戦に強いチームを作ってると、うん、なるほどね、うん、勝率8割できる、まあ、直近でいうとじゃあ勝率8割ぐらいになってるんですけど、桶谷体制以降でいうと、ん、で次に第4位がなんと信州ブレイブウォリアーズ。おーすごいですね、うん、実はめちゃくちゃ勝率いいんですよね、うん、もちろんなちょっと今シーズンは違うっていうのもあるんですけど、うん、三重士プラス日本代表のジョシュ・ホーキンソン選手がいた時に関しては無類の終盤戦の強さ、うん、というか確かに、うん、5連勝とかで終えてましたからね。そうそうそう、終盤とかは、うん、だから B1 初年度は4勝4敗だったんですけど、うん、それもすごいけどね、うん、すごい2年目は8勝2敗3年目は9勝5敗ということで、うん、まあ、やっぱりこの勝久マイケルヘッドコーチもやっぱ終盤戦強いチームを作ってくると、うん、そうだね、うん、まあ、システムにこう慣れてって最終的にチームとしてまとまるっていうのもあるんでしょうね、うんうん、
もしかしたら今シーズンもな、うん、最後の鬼のダッシュが来るかもしれんから、うん、新州ファンの方にとっては嬉しい数字でありますね、うん、朗報です、まあ、ちょっとメンバー違うってあるんですけど、うん、やっぱその勝井さんはいいけどシステム難しいって言われてるから、うん、やっぱそこを慣れるっていう最後のそうだね、うんうん、15試合今回かけれるか楽しみですね、うん、これはね、うん、次に第3位で宇都宮ブレックスということで、うん、ここは 70% 超えなんですよね。すごいですね、うん、まあ、宇都宮もな安定した強さがあるからずっとっていう感じもあるので、うん、まあ、もう試合数で言ってもね、うん、もうずっと B リーグにいるわけですから、ね、B1 にね、うん、全然違いますよね、他のチームとやったら、うん、17-18に関しても7勝4敗やったり、うん、まあ、昨シーズンに関しても9勝6敗で、まあ、60% 記録してたりと、うん、やっぱりその終盤戦には強さっていうのを発揮してるんですよね、うん、さすがですね、うん、で第2位川崎ブレイブサンダース、まあ、54勝16敗の77.1% ということで、まあ、川崎もね、うん、ずっと成績いいですから、そう勝率でいうとね、うん、勝率8割記録したのは B1 初年度だけなので、うん、だからほんまに終盤戦に強いチームっていうのが現れてる、うん、大体のシーズンが、まあ、66% とか 7%、うん、70% ぐらいなので、この終盤戦4月5月に関しては 77% ということで、うん、すごく高い勝率を誇ってますね、まあ、やっぱり経験値とかもあるでしょうね、うん、同じコアのメンバーでずっとやってて勝ち方を知ってるというかね、うん、そういうところやっぱ川崎の強さですよね、うん、だから今シーズンも今の CS 争いの中で最後駆け抜けてくれるかもしれないですね、うん、そうだね、うん、で、まあ、流行る第1位は千葉ジェッツということで、さすがですね、素晴らしいですね、うん、で61勝12敗ということで、うん、勝率が 83.6% すごいですね、うん、千葉はそもそも最高勝率が2回記録されているので、だいたい勝率が 70% とか 75% をまあ記録しているので、数字通りというか、まあ終盤戦に強いっていうのもあるんですけど、ずっと強い、そうずっと強いから安定してると、安定した強さっていう感じなんですよね。千葉は18、19シーズンに関しては 4、5月をまあ8勝0敗で駆け抜けたりだとかしたり、だからほんまに負けないシーズンっていうのを続けてるっていう感じなんですよね。すごいよね、うん、っていう感じがランキングになるんですけど、うん、最後の 4、5月で勝率5割切ってないチームに関しては、うん、宇都宮、千葉、川崎、信州のみという、うん、うん、まあ、だからトップの4つがね、うん、実は勝率5割切ったことないと。信州すごいですね、信州すごいその3チームが入るっていうのねいやすごいな、勝ちマイケルの力出てますよね、うん、いや出てる、まあ、琉球もだから4勝6敗のシーズンがあったから、まあ、切ってるシーズンあるっていう感じなんですよね、うん、やっぱこの上位4チームに関しては分かりやすく、もう数字もちゃんと結果出てるっていう感じです ね、うん、やっぱここからチャンピオンシップ の、 この上位争いっていうところの熱が高まってくると思うんですけど、やっぱこの 4、5月強いチームっていうのかな、必ずホームコートアドバンテージを握ってくるはずなので、ね、うん、まあ、今で言うと結構なホームコートアドバンテージに関しては2勝3勝差ぐらい、うん、まだ全然わかんないですからね、うん、なのでいや楽しみやなこの辺、うん、まあ、あと信州としてもね、うん、今残留争い絶賛やってる最中ですから、うん、そういう意味ではこの 4、5月をどう強く覚えられるかっていうところがね、うんうん、クラブの将来にも関わってくるかと思うんで、そこもやっぱり頑張ってほしいところですよね。いやそうだね、うん、あとはねホームコートアドバンテージによって僕らのチャンピオンシップの、そう、ね、取材の動きが変わるっていう、うん、そうめちゃくちゃ行きやすいかめちゃくちゃ行きにくいかとかねそうありますから、昨年なんかは島根、うん、島根も行きましたしねがホームだったので、うん、まあ、僕らも島根に、うん、トゥーフォワンとしては行きましたし、うん、あとは沖縄とかやったらな、そうそうそう沖縄支局があるので行きやすかったり、うん、あとは関東圏が行きやすかったりと、うん、まあ、ここら辺もな僕らもドキドキしてるというか、そう、ね、上位は結構固まってきてはいるんですけど、うん、まあ、ワイルドカードがどうなっていくかっていうのも注目ポイントやな、そうですね、うん、はい、ということで今回は終盤戦に強いチームランキングやっていきましたけれども、やっぱりこの 4、5月をねどれだけ強く終えられるかっていうところがチームの勢いにもなりますし、またチャンピオンシップとか残留争いとかにもかかってくる部分だと思うんで、ここはやっぱ各チーム強く終わりたいですよね。そうやな、うん、まあ、もうこうバイウィークもなくなったということで、うん、もう普段の練習というか長い練習は取れへんはずやから、うん、どれだけあとはもう試合でどれだけ調整していって勝数を上げていけるかっていうのもな、うん、ポイントやな。そうだね、うん、まあ、あと各チームね例年結構怪我が出たりするんで、うん、まあ、そこだけはこう気をつけてやっていってほしいですね、うん、そうやな、はい、じゃあもう残り15試合ということで、うん、皆さん楽しんでいきましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは2-4-1でした。